Ah <sighs> こん,こんにちは。こんにちは。始まりましたオリジンチャンプル金曜日本日のお相手はすっとこどっこいそばショート。どこどっこいブーキット。劇団をゼゴや水きです。よろしくお願いしまーすー。よろしくお願いしまーすー。うん、あのー、<laughs> 今週ね <laughs>、はい、いよいよ僕お引越しをしたんです。ありがとうございます。あおめでとうございます。ナハにね。 八重瀬町こっちんだから脱出して愛する地元八重瀬町こっちんだから脱出して国場に行きまして国場国場の何丁目何番地言うか誰か来るのかそれ言って誰か来るんだったらおいおいおいってなるけど誰も来ねえだろうね悲しいねでねこの引っ越し作業をするんですよそれはねはいはい 朝起きてさ、うん、自分の荷物持ってさ、うん、この荷物をまとめてたわけよ箱にねはいはい拭いたら腰がギクッてなってっこうバタン球ですえ、ぎっくり腰人生初めてのギっクリ腰になってやばいきついね一応動ける動ける範囲のやつなのか俺だからギっクリ腰が何なのかっていうのが分からなくてうん 初めてなるしこれがぎっくり腰なのかとか思いながら動いてたんですけど一応動けるんですよ動けは歩きはするんですただもうてうのまっすぐに立てないまっすぐに逆に立てるんですよあっまっすぐはできるけどしゃがんだりとかしたらもうやばくてどうやばいの腰に激痛が走ってピキみたいな痛さ。 かりますピキーっていう痛さ分かります分かる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 るあのピキーがずっと続いてるんですよピキ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 ってなってはいはいでも引っ越し作業前やってはいで普通にねあの僕彼女と暮らしてるんですけどえそうなの彼女さんとちょっと紹介お願いしますよ いや分かるやし別に隠すことでもないしああそっか大丈夫なんかいや大丈夫か一応いや大丈夫何も影響ないし言ってけそんなもんはファンの人がとかないいやないないファンの人がなんかちょっともうあ彼女いるんだじゃあもう応援しないとかっていうのはない一応いやいるんだったら今コメントして俺言わないからじゃあ彼女の話しないからだから彼女と二人暮らしねだから彼女に全部持ってもらって。 彼女にニトリでもずっと重たい重たい買い物で有名なニトリでもはいちょっとモテないやつさっつって何がですかあっこ楽しいっすよね楽しいっすよこの引っ越し新しく新しく物買ったりとかニトリで買うじゃないですか 大げん、えー、うなるぶつかるからね二、うん、人息合ってねえからねあ<ー>大喧嘩鳴かなるな何で何で喧嘩になったわけそれはいや、喧嘩そんなあのねこの、ま、カーテンがどうのこうのとかさ、うん、色合いね、うん、色合いとか、うん、俺は別にカーテンに対してそんなあの綺麗さとか求めてないしは、うん、はいはい、はい、カーテン見て決まることなんてそうないじゃないですか と僕は思ってる家入ってねガッシャン入ってうわカーテンきたなとか思う人いますいないでしょそんなだいぶカーテンは広範囲だから印象は強いと思ういやだから僕はねこのカーテン安いカーテンでいいっつったんですよ高いカーテン選ぶから高いカーテンのメリットは何なのって話になって高いカーテンのメリットは色合いがある色がいろいろあるそうで安いカーテンは 安さが売りだからら限れてるとバリエーションがないバリエーションがないどっちを選ぶかってったら安いカーテンでしょじゃあっつったら「いや楽しくな」「は?」みたいな「うんうんうん」「色ついてた方がよくない?」「色ついてるし安い方も花の色がついてるし安い方でもいいんじゃない?」「ねい。安くてもそれなりに可愛いものはある」とだからいええ今まで何もしなかった人が急に「なんでカーテンでこんな言われん?」 といいけなのみたいな感じもう何も言えねえよねそうなったらんか耐熱みたいのもあるしなカーテンによってはそうだからちゃんと遮断光を遮断してくれるとかそういいやつだまあ結果普通のやつ買って普通のやつ間を取ってのやつ間を取って結果安い方に行ったんすけどうんうん安い方行ったんかいでもそうわかる 俺は何もしてないわけよ要は契約とか何もしてないけど急にニトリってこう言ったから、うん、いや今まで何もはあみたいな感じわ、うん、かるでしょこういう感じ、うん、俺も口出ししてしまった自分の、うんうん、ちょっと弱さ<ー>でも彼女は何もい,いろいろやってきてくれてる今まで彼女を優先するべきじゃないですかこれはでもガーって言っちゃった、うん、で 結果、俺の方のカーテンを買ってしまったとそう、ねはい、はいはいはい何とも言えないこの立ち位置分かります俺のうん、うん、お,お前そこは自分をどうせや <laughs> 折れるなやみたいな逆にあっち側もちょっとお前の意見も受け入れてあげようみたいな感じ思ったのかもしれんな優しい気持ちが勝っちゃったので、ね、だから結果まあまあいろいろじゃあだからねこの当日のその引っ越し作業でぎっくり腰なってもいろいろやってで、どうにか終わらして であの時計をね掛けるんですよ壁にはいはいはい掛け時計をうんうんうん当日で二つ壊してしまってはなんで時計がガッシャーン落ちてだから要は掛けても落ち落ちてしまったと落ちてしまったあそういうことかガッシャーンって落ちまして夜中四時ぐらいにほうほうびっくりしたはずなと思って隣の部屋の人もそうね挨拶も行ってんしよ けや当時に行けないです。行かないといけないですけど、まあね、難しいなってところですよ、本当に。いろいろ家事とかいろいろあるし。ただうまいね、飯は。ただうまい飯飯うまいもう手作りのあれがあるからな。あいがな。そうね、だからずっと彼女さんをひもにしてきてるさ。だから、やっぱこういうのは一時計だよな。いやいや、一時計じゃないよ。ひもじゃないから。 紐だと思ってないですしですいやでも、<や>おかしいよね。でも全て丸投げでやらしてたっていうのはちょっとおかしいとは思うよああい違います。<ー>丸投げでもないです。そんな丸投げでもないです。結局、結局そのカーテンは、うん、あの彼女さんが払ったんでしょさっきのやつは。いや、2人で出し合いましたよ。それは全部費用。19ぐらい じゃあ1級にしましょう1級にしたら面白いんですかこれはまあまあまああま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 ああね何を食べた何を食ったわけ意外本当に今まで食ったことなかったんだけどあそうなんだ初日んかひじきと揚げ豆腐を千切りにして豆がいっぱい入ってる食べ物あるじゃないですかあれ名前なんて言うんかなひじき祭りみたいな ひじき祭みたいな名前をつけましょうじゃあそれが出てきてあこれ小日来るんだすげえと思ってすごいなそれにご飯とってことえなんでいいさ要は小鉢みたいな感じの役割じゃないんだそれってそうご飯と一緒に食うやつになっちゃってるんだもんメインメインでああひじき祭りメインで ああ美味しいでも美味しかった逆に悟ったのかもしれんなあっちが私のこと紐にしてるから国費圧してないよ食費はもう少し低コストで抑えようって思ってたのかもしれないな太らせ太らせ太らせまあ確かにだね太らせってなるあでもいいねそうやってあこんなの作れるんだとか思いながらいやまあこれからやっぱねやっぱ二人で生活していくとやっぱ まあその喧嘩とかね、うん、苦しいことがいっぱいあると思います、うん、だからね、うん、いろいろあると思うとかもう目の前でへーとかひったりするからね <laughs> 目の前であーへーこげるけど男サイドははい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 、うん、あのあの彼女サイドはこけるかわかんないんでねあでもそれはないでしょ彼女そのサイドからはないでしょそうないから俺は本当に、うん、普段をね 言ったりもしてるんですけど全然「へえこいていいよ」ってあのいいしそんな今さら「うわへえこいたわ分かれよ」とかそんなならんしなうわへえこいた分かれよ」ってなったらならんから「へえこいていいよ」って言ったらいやそれはもう本当に無理なんでなんでなのいや臭いから臭いから臭いは臭いさ俺も臭いやし「へは誰の「へでも臭い逆に ソフランの香りのイは聞いたことないし嗅いだこともないから荒垣結衣とか黒木メイさーぐらいしかないかもしれない荒垣結衣も黒木メイさーも臭いからみんな臭いからだからそんなね急にガッてきてあまりの臭さでも衝撃を得て別れるとか一切ないからそれか本当にそこまで隠すってことは殺傷能力があるんですかに 殺傷能力があってこれ嗅がしてしまったら私は私はもう自分の体だから免疫あるけどみたいないやでもそれずっとだからすごいよなこの夫婦で20年連れ添ってますっていう夫婦とかでもその奥さんの兵を越えたの一回も見たことないとかすごいよなそんなガス溜まりまくるだろ爆発だから知らんうちにだから口から出るかもしれんぜ 聞こえないようにする方法よハハよそれは女性うまいと思うでもそれよく言うじゃないですか音鳴ってるやつはそんな臭くないけど音鳴らないやつほど臭いってな俺それも聞いたんすよ「どんねってやってんの普段ってそのパターンで隠しながらやってるあじゃあ段俺がいる時も俺にバレる俺一応知らんから俺が知らない間にじゃあお前その技を やってるってことっつったそう」っつったお前すごいな」っつったでも匂いってどうなのっつっていも消すことができるみたいそんな人いる嘘つけやそんな人いる正直匂いも消して音も消す人いるんだよなお前の彼女さんでしょ屁の固定概念無視してるやつもう屁ではないな何なんだろう屁ではないだろもうもうな期待でしょ期待をうたまった期待を空気法みたいな感じよね

新ほ本当に聞かせていくよ俺は逆に聞いてと思うもん俺平和音色を奏でて自信がある自信がある一番綺麗な音を鳴らすことができる俺は絶対にあそうなんだそれ聞きたいなそれはでもすごいなじゃ一人の時は鳴らすんですか逆にあの今までたまったものをんか出すような感じで今日は目いっぱい音出そう人いないからとかなるんですかそれがさうん そうは思わないなんか一人の時もなんかもう慣れてるのかな体がそれで気をつけちゃうっていうか、えー、<laughs> いああ、うん、もう一人でいても慣れちゃって、うん、そういう技かけちゃって、うん、<laughs> そういう技かけちゃってもう普通の塀をできなくなったんですね、うん、かできない体になってんだじゃあ多分気を抜いたらそうなって普通のね おなならももししちゃうかれい本当に大きいおなら出したのいつですかはあ分からん分からん最近ほんとはブッてもうほんとにくぐらい…浮くぐらい触ってたら浮くだろうなぐらいのいやいや記憶にない寝てる時に冷めたとか屁でないっすか でも気抜いた時とかないですか友達と喋っててデジ爆笑して「アハハハ」って笑ってて「ああハハみたいな感じで笑ってこなかしてな俺よくあるんだよなそれ笑ってる時に帝国のよくある笑いべ笑いべいや笑しべみたいな笑いべなあれはでも笑いべはあるでしょ 俺7ある笑い部はでも我慢できないんじゃない本当にもうあれはだからできんさへえが出そうプラス笑いの時間になった瞬間えげつないねこのんていうのものがプラスされて反発力が生まれるじゃないですかお腹に力入るおなかにねへが出るという現象それは女性もあるんじゃないですかさすがにその時であると思うミだズさんもあったりとかうちでも記憶にないなあんまり。 でも本当に女性のんていうの笑ってないですんね笑ってる笑ってる笑ってるって女性の本当のこのお尻のんていうの筋肉はいはいと思うよああ。ちょっと見せてもらっていいですかいやいや見せれるもんじゃないから挟んでもらっていいですかってどのぐらいくひくさせるか1分間で1分間でどのぐらいくひくさせるかちょっと見ていいですか そしたら筋肉強いでしょ1分間で腕立て伏せ何回やるみたいな感じでそれで何回低いくできるかでこのシリキンのツがねが結っていうかああっちの突破口のほうのそこをだから力な分かるでしょ力入れたら今あちょっと今低くってんなみたいな感じの今低くれてるなっていう感じしない まあ分かる分かる言ってることはそうそうそうだからそれを何回できるか1分間ででもそういうことでしょ血金すごいってうん器用だと思う血血血あのがすごいってことですよねうんうんそう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 ええだからもうあの剣道小林さんの話でこの ラグビーやっててデージお尻に力が入るからもう血筋がすごいって剣道小林さんね高校の時ラグビーやっててでまあちょっと卒業したてかな高校卒業してちょっとんかいろんなのに挑戦したいとそのねエロいエロいことに対して多感な時期だったってだからもうちょっと SM プレーをやろうかと思ってあのね ケツをいいじじるるプレイがあゃなでですかねそれを女王様にやってもらおうと思って行ったらしいわけよそのお店にねそしたらあかんらしいわけよもう口がね口がそのケツがあかんくて俺はいじってほしいのになんやんばこれって泣いたって泣いてなんで俺はこんなケツ筋がすごいんだと思ってでその知り合いというか風の噂で聞いたものすごく開発できる うん、もう一番すごい女王様がいてでその人のところに行って、うん、もう俺は開通してもらおうって言ったって、うんうん、でもわざわざ遠いところよ多分大阪から多分名古屋とか<ー>もうそんなもうすごい女王様がいるっ,つってで行ってそしたらもうそこでもあかんかったっ <laughs> でもうまた「もうお願いします」「もう本当に俺を殺すつもりでぶっ刺してください」っつってそれで刺したら、うん、あのホームベースみたいに体ごとグッて動いたらしい。<laughs> <laughs> やばくね、前方にってこと、ね、そう前方にグッて <laughs> 嘘だろザーナ菌がすごくて、えー、やばいよなだからそんぐらいでしょじゃあ女性もだからも女性もね屁こがないからさ <laughs> いやそんぐらいかどうかわからないけどこれだけはほんとに教えてほしいじゃあ質問があるんですけどはい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 うちにいゃん。いやいいと思う。いえー。あ。はえ。 スーで挟み込むの見て、スーツだから、あでもバレてるからなこれは、バレてる、バレてるな、バレてる、あないっす、あいや、あないんっすか、じゃあもうそれは、うんないと思う、ああ、ないと思う、これからでもあるんすよ俺たちやっぱ。 体が衰えてくるんで酒の場で酒飲んでてなんかゆるくなったりとかしてあこれおならかなと思ったらもうちょっともちびっちゃうみたいなでも俺まだその経験はまだないなあほんとにしょうない俺はないまだ血筋はそうそうそうその経験がない物体が出たってことだから酒飲んでたらゆるくなるっていうさもうすぐ漏らしちゃうって俺はない俺はあるねあるなある 俺営業中とかあるからおじいちゃんだこれからもっとひどくなるからなええマジ爆発するとかじゃないんですけど量的にはねそういうのがあるからちょっと心配ねマジで教えてくれたらいいのにね女性の人は何が男がして「ちょっともうやめて」とか言うじゃないですかうん。そうやり方わからんから音も匂いも消してこのへをこく方法が。 だからどこに力入れていいのかも分からんしねでも女性で聞かんな酒飲んでってその失態このちゃったとかそうだからもともと気をつけてるから緩むことがあんまないんじゃないああそういうことか人工で出すことできます女性いやいや無理でしょ俺ねできるわけよどういうこと人工で部屋を出す方今じゃ出出ら待っっっっててててねたせることああゲップみたいな うん、<ー>でもすご、まあ、できはするけど、うん、本当にすっぽんぽんならないとできないんですよ、これ。やり方としては、うん、こう僕はすっぽんぽんで立つじゃないですか、立って体育座りして体育座りした状態って足が前に来てるじゃないですか、うん、足が前に来るんですけど、この足、太ももをくるって後ろ,こう後ろの太ももをね。 はいはい、ガシってつかんでそのまま後ろにゴローンってなるんですよ、はい、そしたらケツが上がるじゃないですか上に上がった状態、うんうん、その状態でケツのお口をスンって開くんですよスンって開いてく口呼吸をするんですよはい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 ケツ口呼吸をするんですよ <laughs> ケツ呼吸ね、うん、俺 ほんと空気をね空気をさーって入れることができるんですよおおおお。ほうスゥーンって入れてでもギュルギュルまで待ってよっしたってやったらパウってもうヘがブーってすることができるんですよなんでその特殊能力これねちっちゃい頃からあって弟の前でやったりとかして 弟の前でやってたら、弟も真似して、弟もできるようになってました。おお、すごっていうのができて。これ、多分ね、あんまいないんじゃないかな。初めて。まあ、うん、でしょうね、きっと。初めて。やってる人いるよって、周りも聞いたことないし。まあ、C. M. 行く前にさ、まあ、この豆知識、みんな知ってると思うけど、もしかしたら。その豆知識って C. M. 行きますか。ああ。あのおならってさ、臭いさ。はい。それは。 空気に触れてるから臭いわけよだから今から「へえこきます私」ってなって、うん、もうすぐその肛門のところに鼻当てて、うん、プーって減るでしょ、うん、そのおなら減る側が減ってそのまま「って嗅いでも肛門付近でね、うん、匂い全くないわけよ。へえ<ー>らしいよ。<laughs> そうなんだへの話で「へ」しか言ってないでしょ。<laughs> あ、そうなんだ。だからもう、本当に近けれ、近くにこの花を持ってって。で、吸えば。空気に触れる間もない。空気、空気、言われたら、言われたら、ちょっとおかしくなって。ほんと、もう。だって、へって、腸で、腸から来てるんだよ。そうだよ。でも、腸には奴らがいるさ。だから、そう、作られてる、ちゃんとガスがな。ガスが作られてるけど、でも、空気に触れないと、その匂いは発生しないわけよ。匂いが際立たないってこと。 際立たないというか、そう発生しない匂いが、空気に触れることによって匂いが立つわけよ。じゃあ、例えば、俺が、お前の、ケツの穴にストロー、で、俺の鼻に直通して。うん、お前が、うん。をこくじゃないですか。ぷーっと。うん。ああしたら臭くないってことでしょう。直通できたらそう、そうだよ。空気に触れてなかったら臭くないっていう。絶対やらんな。<ー>いや、でも、本当にそうらしい。<laughs> 誰だったかな、ガジラの江藤さんが江藤さんだったかな、江藤さんだな、江藤さんがそれやったって言ってた、実際やって、あの人、ゲーバーで働いてたから、分今ん今も働いてるんか分からんけど、どういうふうに試したばだからそういうことでしょうゲーバーの人たちと、そういう、それをやってみようっつって、多分やったんだぜ、そしたら、全く匂いないっつって。 本当らしいぜ。うん、まあそうなんだ。<laughs> だからミーズーさんも試してみましょう。<laughs> いやいやいいです。ミーズーさんがプーキーの家具っていうのは、ん <laughs> <え>？プーキーがそれやってミーズーさんの本当かどうか確かめる。あいやいや俺俺は鍵たい。マジマジ俺が家具側がいい。<laughs> <laughs> えー、CM いきます、えー、はいえー、本日オリジンチャンブル金曜日メールの方もお待ちしてますのでよろしくお願いしますはいえオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっておりますどんどんメールお待ちしておりますそれでは一旦 CM でーすあー、ねー このの番組は良いい品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします新感覚泡盛バラエティー「そんときの泡盛」セカンドシーズンがスタート今回のテーマ泡盛は水今夜のお酒選びに役立つ銘柄紹介コーナーやお酒の味に全く影響しない泡盛豆知識など泡盛で遊び尽くす30分「そんときの泡盛」

さあ、リジンチャンプル金曜日始まっております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はいよろしくお願いしますねはい、ツイキャスコメントなどいろいろいただいております。ありがとうございます。柴井太郎官博士さんですかね、こちらは。昔フランスでは貴婦人のおなら対策のために犬を必ず連れてたんだよ。おならを犬がしたことにするために、てんてんてんと。あ、聞いたことあるそれ。 犬のせいにするために犬を連れて歩いてたってことですあとなんか日本の江戸時代かななんか結構昔にそなんかなんて言えば武将様たちがなんかこの話し合いとかするさなんかお茶飲んだりとかしてる時にそのなんて言えばおならをした時にこの人がおならしましたよっていう人がいるらしいわけよ役職で意味わかるおなら担当の人がそうおなら担当の人がっていうおなら担当士 そう、みたいなそういうのが本当あったらしい遣隋師とかいろいろいて一対一で喋ってる時になんかおならとか知ってしまった場合は「おいお前」みたいなその役職についてるやつがそのそいつのせいにされるというかなだなからおならの音が聞こえたら「あっすいませんただいまのおならは私でございました」っていう役職があったらしいぜ。首ねられれるんかなそ いやそういう役職だから逆にナイスフォローってなるだろう。ナイスフォローってなるだろでも分かるでしょ一対一とかだとね。ね犯人誰か探せますからね。こいつやったなみたいなでもやっぱりなんか。 なんていうの礼儀じゃないけどやっぱこいつがやったみたいな本当はお前がやったんだろうみたいな武将様がやったんだろうってなるけどでもなんかそういうの別に絶対いらんなその役割え、ちょ、本当に新しいからな昔のそんなのがあったんね面白いですねさあさあメールいきましょうはい、メールいきましょうはい すとこどこいの皆さん、育児休暇の平安さん、劇団大勢の大白くまさん、中ぐすくのみーずさん、お久しぶりですお久しぶり旧ぐしかのポッドキャスト、旧ぐしかわの俺、略して旧ぐしかわの俺です略せところで皆さん、言い忘れていましたが旧ぐしかわの俺ですいえいえ、聞いた聞いたさて実はかなり意外かもしれませんが旧ぐしかわは一足お先に ふにゃふにゃです <laughs> どういうことだちんこか <laughs> さて、下っぽい話はこのぐらいにしてえ下だなえ今週は約4ヶ月ぶりにメールをしましたが、うん、皆さん、お元気でしたか、うん、<え>いやいやいや4ヶ月ぶりなのマジでそんなに経つんですかし、ね、もしくは、お元気でしたか、うん、聞いたってた、うん、俺は、下半身以外は現状維持です ヤカマシは元気ないんかかんしは。<laughs> えー、頑張れジャンクトップ。<laughs> なんでよや。ところでそんなトップ賞が。<laughs> 誰がトップ賞よや。<laughs> 長い話をコンパクトにする方法を今回は特別に三つだけ教えたいと思います。へのお話しかしてないです、ね。まず一つ目、うん、ぶ殴れやった。 あ <laughs> さて <laughs> いや歌詞聞かせろお父さんとしてはガサガサが漢字を読めるか心配ですがウニ野郎の「ウォーリーを探せ」のコーナーと某あかねさんの「ウォーリーを隠せ」のコーナー楽しみにしていますやめろもうそしてミーズのあそこが、えー、洪水注意報のコーナーも楽しみにしております <laughs> 頑張れガナハコージュところでガナッショよ、えー、またしばらくの間メール休業するのでご了承ください。 いやご了承くださいええなんでなんでそれでは今子供の国で迷子になっているのでこの辺でそんな状況でメ惑してた渦巻きっぱん渦巻きっぱん僕も大好き渦巻っぱんありがとうございますありがとうございますええいや嬉しいですね四ヶ月ぶりすごいそんな立ってないような感じしますけどね全くあの 気に止めてなかったからね。気に止めてなかったからね。気に止めてなかった。まあ、冗談ですよ。ありがとうございます。ね、新しい、なん、なんですか、水さんの。洪水注意報。洪水注あそこがね。上水のあそこが。洪水注意報。定時不明。よめっちゃ不明よ。ちょっとじんわり来てます、今。 今のところじんわり来てます来てない来てない来てないですかしっくりはまだ来てないかもしれないですけどじんわりは来てない来ててないじんわりは来てるとてない来てないちょっと湿ってるとは少し湿り気はあるそんなねあのウグシカウのオレさんより月曜から金曜でオリジンチャンプルの皆さんにということでうまい棒の差し入れもいただいておりますありがとうございますありがとうございますこちらもねいただいて食べながら食べましょう。あ、ワニ先生が食べてた あのワニ先生が食べた <laughs> ワニ先生ね、うん、ワニ先生が美味しそうに食べてたあのうまいもですよこれラジオには向いてねえな <laughs> みたいないや差し入れもらっといてないやんばオリジン<ー>、うん、神回だったね,ね<え>神回だったあれは ワニ先生もう今日俺本当に話さんこうかな思ったけどもちやっぱ話しちゃうな <laughs> そうねやっぱワニ先生話本当に話さんこうかな思ったんだけどやっぱ言っちゃうね、うんうん、っていうかなんかワニ先生がオリジンアワーなのみたいな,なんか反発というかはい、はい、批判食らってたけどでもワニ先生面白いけどなあ,あなまあねオンドによワニ先生っていうフィルター通してしまってるからだと思うわけんていうかなやっぱワニ先生ってみたいな,いなんか。はい 申し訳ない申し訳ない言い方するとネタを先に見たらラジオ聞く気はしなくなる。<laughs> 本当に悪い <laughs> やっぱそういうのが先行してると思うんだよな。一応確かになんかそのツイキャスとかメールの反応がなんか意味わからんかったけどな、ね。すごかったですけどねなんね。もう本当にラジオメールあこの送るのやめると思いますみたいな。 そのリスナーさんが言ったらなんか「ああそれはねあのまあそうなったらそうなったで」みたいな<あ>そ<う>「そうなったらそうなったで」ってどういう人だめだめそのツイキャスコメント一個一個の返しがすごかったんだよなじゃなんかうまいうまいとかじゃなくて単純にえっど,どういう解釈でそう捉えたば今のコメントみたいなちょっとずれてるんすよねうんやっぱずれてるよなあの人のそこが本当にピカソみたいな感じで天才だと思う <laughs> いや一応なだからそこが俺たちからしたら面白いからなあの人はピカソなんだと思う,、うん、ういや俺も思うな 噛んでるのも面白いし噛んでないもう後半らへんとか死に噛んでたさ昨日のオリジンアワー聞き返したらわかると思うんですけど後半がすごいもう疲れてた口がねお口がぐっちゃぐちゃになってた時とかあったんですけどあそこももう聞き慣れちゃうよね前半聞いてた分家の普通にねもう。 俺も行っちゃうんじゃないかっじゃなくて、いや、あれはすごかでも、ちょっとなんか、うまく喋ろうしすぎてるのかな、ワニ先生。そこが、なんか、あいあい、では始まりました。オリジナルアワーですね。あのね、皆さんはね、旅行行かれましたかみたいな。ちょっと慣れてる感じを出したたかっんが私は、5分の尺で話してて、普段ギぎゅってやるから、早口になる分、 最初のオープニングのこのペースの取り方はもうわからんかったんだと思いますなっててしかも最終回だしなあ,あと,となうまい棒を食う時のこのねポッドキャストで僕は聞いたんですけど、うん、うまい棒をワニ先生が食べてる時に不快感を与えないようにちゃんとそこで大城さんがバックでちょっと BGM を結構入れるっていう技術あの二人のコンビネーション。 いやいやただ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 大城さんがすごいさ。<laughs> いやあれはワニ先生そして大城さんこの組み合わせじゃないとできない技です。あそこで曲を入れるっていう。<laughs>

みんな二人いるでしょ喋ってる時食べるでしょ一人でどうやってんのパシッパシッって食ってますからね。あこれラジオに向いてないですね。やっぱ俺も思います。向いとるんじゃ、今までこういう刺し入れあるんじゃ。いただきます。明太子いこ。めんたしいよね。うん。うん。あのね。あビピザ味うん。ピザ味食ったことないね。ピザ味。俺はやっぱ 明太子好きだなって自分でじゃピザい,<や>いただきます俺の時間もう終わりです <laughs> 明太子明太子言えば、うん、明太子これに明太子かけて食いたいなーっていうか、うん、明太子かこれ俺ずっと思ってるんだけど明太子じゃなくない明太子味ってまあ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 、まあ、ちょっとほど 遠いいいいととうかか言たこるでも俺はもうこれ明太子だからもう明太子でも知らないしもうまあでもだからみんな好きよね明太子味一番明太子が好きってしいしん。うんかさあのうまいわってあるの分かるはいはいそれのなんか明太子味とか出てましたもんね普通に同じ味なんだけど美味しいねあれもだから需要があるってことでしょやっぱその明太子味はねピザ味美味しいなんかあれの味する ピザポテトお菓子をお菓子でたとえる新しい技術まあまあでも一応ソースからねピザポテトもピザだしあじゃあピザポテト今買えないからこれで我慢せるってことかなうん。う我慢して売れ行きがまたね良くなってくるかもしれませんしそしてですねはいはいはいあの本日シーゲーさんからも差し入れいただいておりますありがとうございますありがとうございますなんとこちらはうんな沖縄揚げピッツァの専門店うわ パンツェラッティさんからお初めて食べる揚げピザをいただきましたありがとうございますありがとうございますえすごいそういろいろ種類が違うからねって修平さんに種類が違う超気になってたそれはそれでみんなで楽しんでということで選ばしてくれないのじゃあ選択肢なのいやそこはもうバラバラでいいじゃないですかそんな食いたいかおいこれうん食べたい食べたい そんな楽しんで食いたいのかあ、じゃあもう味が違うわけね三人ともねだから三人で食い回せばいいじゃないですかそれはそれは嫌だほら女出たぜいただきましょう女が出るんだ水さんなんか書いてあるねなんか種類がいっぱい書いてあるさあじゃあいただきましょうパンツェロティの揚げピザあ、めっちゃいい匂いするあのねパイの中にそういうね具が入ってるみたいなイメージの食べ物ですねでもあれだね柔らかいねめっちゃ うん、いただきまーううーキー何、何味,何味なんですか。あの今、皮しか食べれてない。<laughs> でもそう、ね。皮味なんだ、また皮。まず皮しか食べれてない,いや。ちょっと、水さん、はい。いただきます。あ、ちょい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 。ょい美味しいな。い何してんですか。<laughs> 何。何をそんな、揚げピザの先端部分で普通にこうしてるんですか。 え、真ん中?。ちゃんとカメラに向けていただきます。言って、いつもみたいに食うのが、水さんじゃないんですかで。普通に食べるさ、はい。いただきまーす。はーい、どうぞ。大きい、大きい、口の中いっぱい入ります?。<laughs> 大丈夫ですか?うん。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 どやろだな。うん。う,ん、うん,ふん。そのまま、うん、うんって。言ってもらっていいですか?。うん、うん。<laughs> いえやや、大城さん、なんなんすか?。<laughs> <laughs> それ、それ、いいよって。<laughs> いやでも美味しいうん、うん、美味しいなんかね、はい、ベーコンとコーンが入ってるはいはい、はい、ベーコンとコーンうん、嘘だちょっと食べさせてよそれ嫌だ嫌だ気持ち悪いえそんなに <laughs> なんでこんなさ <laughs> <laughs> 俺は何よりも今のくだりやってる最中なんで相方一人で黙々と食ってんのかじゃあやっとやっと中の方まで足したわけやっと中までいけた中に出会えた嬉しさをそこで出すな俺のはナスが入ってるナスナスナスが入ってて玉ねぎも入っててピーマンも入っててうまいほんとにちょっと違ったピザさのうんうんいやうまいなんかもっちりだね皮めっちゃおいしいあっ 俺のピザだ。マルゲリータ？マルゲリータ。トマト。うん。いいね。あ、なんかちょっとさ風味が揚げパンっぽい外の。ああ。美味しい。しっとりしてる感じがね。うんうん。ピザの生地を。 パイ風に包んだみたいな感じですね。そうね、パイみたいにして揚げた感じ。もっとカリカリしてるのかなと思ったけど、おいくらしてる？おいくらマヨなんですかね。おいくらマヨですかね。気になりますねそこ。まあそれによってリアクション変えていきますんで僕たちはなんでなんでリアクション変えていくんで。美味しい普通つれてや。うん。マイどうすればや。な。 でも逆にうまい棒とかうまい棒の方が時間長かったぜいや嬉しいけど嬉しいけどうまい棒もらってよめっちゃうまいっすよこれめっちゃいいっすねってリアクション取ったら逆にストレイやに何かいやもらっといたあれだけど逆にうまい棒マジでいいや嬉しいけどだからわざと上げてテンションあこれめっちゃおいしいっすうまい棒あピザ飯初めて食べたなみたいなでもれそれ自然に出るわけよだからお前はできるようなできる人だからなお前の 嘘つきだからね。うん。猫かう猫かうみたいな言うな。本当だ。うまい。な美味しい。マルゲリータ。チーズもいいね。最高だね。ちょっとマジで俺。ベーコン食いたい。はい。そしてラジオネームピースさんから。はい。ととルパンが愛したフジッコさんより。はい。イタリアントマトのイタリアントマトタルトケーキチーズケーキマカロンケーキ三種類。ええええ やっためっちゃ嬉しいえよかったあじゃあ別にうまい棒を紹介しなくてよかったですはい,い <laughs> うまい棒を召喚しなくてよかったでもう今日楽不 <laughs> しかったはうまい棒えピースさんとかルパンが愛した藤子さんって僕たちのこと知ってるんですねうわありがたいえマジで俺たちですかなんか木曜日のなんなんあまりもんとかじゃないですか <laughs> <laughs> えマジそう、えー、嬉しい うわぁ、しいかわいい、おいしそうじゃあ、3つあるんで、誰が三つ食べるかじゃんけんしましう違う違う違うなんでそうなお前はさ、がっつり系の男子だかけ、かけ、かけごとが好きなんだいやいやさ、3つちゃんとあるんだからあじゃあ分けましょうか乙女に行こうぜ、ケーキ来たんだからじゃあ何が食べたいですかまあ女の子はイチゴとかがいいんじゃないでしょうかそうね。 女の子は一のって固定概念やめてほしいですから<れ>一,一のて？違う <laughs> マルゲリータがまた口あんだよ <laughs> えー美味しそう なんか全部食べたい。あまり言っちゃいけないと思うけど俺のボケにせてきシンプルなデブ発言が「デブや?」「や?」「や」「やのほほよや」「笑った時」「の。野球ボールぐらいあるんじゃないか」「野球ボールぐらいあるんじゃないか」「アンパンマンみたいなね」「これが水野さんの良き部分」 嘘ですはいじゃあ食べて食べて選んでいちごのやつうまそうマカロンが上についてるんですよねえじゃあいちごのいただきますはいだえいちごイタリアントマトのタルトケーキチーズケーキマカロンケーキすごいなイタリアントマトだからねうんだからさすごいよねじゃあちょっと僕はうん何チーズこのあじゃあチーズ普通の チーズの方で行きましょう。タルトの方。あ、タルト。ごめんねなんか最後であいやいやないですよ。じゃあ一応俺のだけ俺のだけなんか乗ってないんだよなあの。だからお前の乗ってないから俺いちごいちご系は。でも多分これは乗せない系のやつでしょ？言ったら乗せない系のあのケーキとか。大丈夫かお前だけなんか。いやいいよ食べれるよ。シンプルいちごも。いい大丈夫。シンプルが一番美味しいんだよ。ね。こういうのが一番美味しい。うまいわ絶対うまい。 もうねだからトマト感が出てるのかと思ったらもういいやおいしいもう異常なしだなもうに異常一切なかったんすねいやもうおいしくなかったら異常ありでしたけどもうおいしいから異常なしですもう体にもいい美味しいトマトも効いてるあでもなんかそうそこよそこ え入ってるのかななんかそれ言われたらトマトが入ってる感じしてきたなでもねでもなんか風味が普通のケーキとは違うなやっぱ俺ちょっとね実は抵抗あるんですよはいトマト食えなくてああトマトいやでもすごいトマト食えなくてトマト感はないでも美味しいもめっちゃ水さんも無理このチーズケーキ甘すぎない感じがもういいなちょっとじゃあ僕はタルトをいただきますうんあ美味しそういただきますうん うん。どう？タルト。あ、もうタルトなんだやっぱり。やっぱりタルトか。これはね。タルト本当に。いやタルトじゃなかったらもうタルトね。タルトじゃないんだろうなどうせって俺もちょっと思ってた。なんで？もしかしたらな裏切りがあるのかもしれないけどタルトだったと。なんか。 どうせまたピザの味すんだろうって思っちゃった、この流れで。じゃ、あ次、みずさんです。面白く落とせよ。面白く落とせよ、三回目。いや、うまい、これ。はい。うわ、美味しそうだな、それめっちゃ美味しそう。うん。うん。うん、うまい、うまい。うん。うまい、うまい。ちょっと、あの、その、ふんふんで、食べながら。本当に。すごい、えぐい下ネタ言ってもらっていいですか。だただ、でも、ふんふんなんで、聞こえないですよ。何っていうか。

うん。わあ。あ、おいしい。うん。いい。ちごを食いたいな。ちょっとそのミズさんのもう食ってるスパイス。やばい。いちごおいしいわ。あ、無視された。うまいな。うまいん。止まいん。久々ぶ甘いの食ったな。トマト感はでも一切ね、ないね。一切感じられないようなトマト苦手な人でも食べれますよ。全部入ってないんじゃない？もしかして。入ってないかな。俺のやつとお前のやつとか、ミズさんのも入ってる感じしないなでも。 までも入ってるってことかでも紹介である。ブルーベリーすご。いやうまいなマジで。これは太るわ。あデイジュマイ。ちょっとさこのケーキとさこのピザ揚げ揚げピザピザとあのうまい棒でさあの一緒に食ったらどんなにするかやってみる。遊んでみる遊んでみる食べ物。やめろやめろ。したくない。いやうまうまいな。うまこんなん普段食えませんからね。うん。 うわ、イチゴホワイヤ食うの、みんなマジでうまいこんなもんなんですかごちそうさまでしたごちそうさまですあ、マジうまいわうまいなケーキ最高だなちょっとおっさん感出てるなあ、でも水さんってそんな甘いものいける方なんですかあ、大好き大好きえ普段なんかそういうの食べに行ったりとかするんですかやっぱ女性多いじゃないですかうん、ケーキ屋さんに行ったりするあ、ケーキ屋さんで食べてとか一人でも行かれます 1>, 1人では行かないなんか一人だったらコンビニのスイーツとか食べるけどケーキ屋さんとかだと誰か誘って行ったりするなんかそういうあるじゃないですか今日ケーキ食べようとかなんか、うん、今日はお菓子でみたいな感じとかあるじゃないですかないないない毎日お菓子であ毎日お菓子で毎日お菓子で <laughs> <laughs> なんで <laughs> なんでいやまあまあ食ってんだなと思って毎日毎日甘いものがないとね <laughs> じゃなんかさ甘いものを食べないとっていうか、はい、うちすぐ低血糖になるわけ低血糖症だからなんかこの糖分っていうのかな、はい、血糖値上げないと、はい、手が震えちゃうわけよ え何それマジなやつなんだでもうちはまだ軽症な方なんだけどひどかったらもう倒れたりする人えいるそうだから全然軽い方なんだけどだからチョコレートとかは持ち歩いてるえそれでちょっと安定させたりとかうんうんでも急激に上げちゃうから本当ナッツとかがいいんだけどねはあ血糖値血圧が上がっていったらそうなるってことですか血圧じゃない血糖値血糖値うん 血糖値と血圧は違うっていう。まあまあなんか違うでしょう。違うでしょうね。ああ、なるほど。じゃ、僕らもね、俺ラジオ中どうなのか分からんから、僕らもも、チョコレート持ってた方がいいってことですよね。ああ、まあ、勝手にしたら。 うんじゃもういいよもう勝手にしようもうもうシ c ムいけよもうとりあえずもう勝手にしようもういやしないよ c こうぜもういいよもうさあ相方が切れたということでここでシー人も遊びたいと思いますメールまだまだお待ちしておりますのでよろしくお願いしますメールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp ですああ言えた失敗するかと思ったそれで言ったら c この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました新感覚あわもりバラエティーその時のあわもりセカンドシーズンがスタート 今回のテーマ泡盛は水穂酒造チュラさんさん今夜のお酒選びに役立つ銘柄紹介コーナーやお酒の味に全く影響しない泡盛豆知識など泡盛で遊び尽くす30分そん時の泡盛セカンドシーズンは5月13日までの毎週土曜日夕方4時30分から「チュラサンの泡言葉は「<S <S FM のは,は,は,は

まえー、松村香織香織かな、はい、推し昂太、はい、さんの「ノーブレイク」さんのオリジナーは聞いてる人は分かると思いますが、はい、第3回 ONY48 選抜総選挙速報が出ました分からない人のために,に ONY48 とは吉本沖縄が大好きすぎて <laughs> そして,て AKB48 グループも好きな僕が。 勝手に作った非公式グループです、うん、去年と一昨年総選抜総選挙をやりましたそれで今年は最近オリジンにもハマり出したので姉妹グループの ORG48 を作りました、はい、姉妹グループなのか分からでけどね,ね、はい、で立候補者は81人多いなでまあ結果速報が今出てるんですよ48位からちなみに今48位がワニ先生 <laughs> おーおーでまあ、えー、ワニ先生が四48位ですかうそうで今、まあ、1位があのまあ小刻みにダンのサーネさん、うん っていう感じになってるんだけど、うん、まあ48位の中に俺たちいないわけよえあれ？はい、俺たち県外だえなんでえつらっと思ってえつらっと思って <laughs> ちょっとちょっとえー、嘘でしょマジなんでだからなんで<え>なんでアダージョのシンザと高カに負けてるわ俺いやなんで負けてるわ俺にでもないやし それは面白い絶対アダージョの新里には勝てってると思ます。アダージョの新里さんもいいですよあと知念も知念も吉本の知念もよ知念さんもいいんですよそれはグリーンノートのオリ近山君かなオリジンは一応結構入ってますよこれは要するにこうたくんのっていうそうこうたくんが独断と偏見で決めたっていうそうそういうこと 好きな芸人のランンキグですよそういうことだから俺たちは好きじゃないわけよああよくよく来たな今日ラジオなどうして今日よく来たなどうしてやめろやめろねろいつもありがとう全然聞こえない何言って全然聞こえるのにまも今まだ途中ですからねああこれから順位上げたいんですけどねでも何なのかなこの 何万票みたいなの書いてるのこれって適当っすか適当に書いてるんですよね誰が票を入れたんですかそれいったらすごいぜ何かよ、うん、はいまあえ3、ー、位、はい、3万1,647票それはン選手 <laughs> で第2位が3万4,987票 <laughs>、まあ、初恋クロマニオン比嘉健吾、うん、そして1位が3万5,023、えー、票の 小刻みインディアンサーネーっていうはこの表はこの表は全部,全部コー<ウ>タ君コータさんの頭の中こんな感じかなっていう表リアルに言うとコータ君の頭の中のその人の合う 票がこんな票じゃないかっていう想像みたいな感じ。あ、A K B 総選挙もこういうあの得票数になるってことですね。あ、なるほど。飾りみたいな感じですね。まあまあな一応そうなる。でまあ結局まあこれは自己満ですよね、光太くんの。やめろ。自己満。本人めっちゃ笑ってるでしょ。ルースの外で。めっちゃ笑ってるでしでも自談だもんね。 俺ら入れろ、それだったら。どっからよや。<っ>なんでし、して,てくれるの。なんで、アウトアウト前。じゃあ、僕らは、どうなんっすか?。オリジンチャンプル、まあ、関係なし、芸人すっとこどっこいの。あのー、二人のランキングはないなんっすか?かす。県外だから、まだ罰、ばつ。 なかもう48位に入りたいんったら48以内に入りたいんだったら俺たちはもう一緒だし数字すらつかないのもうついついてもらえない今日表,表だけじゃあつけてもらっていいですか表だけ表せめて表だけ絶対ダメだ <laughs> 厳しいね厳しいねはい AKB も AKB もそんな感じいいあだからその AKB の総選挙と本当に似た感じでやってるってことですねあ<ー>あなるほどね,ねな,なんじゃそれはい、うん、はいこっそり今日終わった後教えるんですか 終わ後に、はい最終投票があると順位だけ教ええてもらるこれはこうたくんのだから独断と偏見で面白さとファッションンスとかんかそういうのを見てカリスマ性みたいなのを見てるらしいけど入ってないんだよなだから入ってないから俺結構ファッションいいと思うんだけどな自分で。 オッケーオッケーなんだあと人気人気もあるよ人気もやっぱそういうのもあるよね本当にダメだありがとうございますはい小田くありがとうございますじゃんねーはいさあメルもう一つ行けますかね大丈夫ですかはいはいお願いしますはいよあのとんこつしゅんさんからあの画像だけ来てたんです はいはい画像だけあの息子くんのこの息子が見れる画像ああはいはいはいうんちんちん丸出しの息子くんの画像があったんですけど可愛いね可愛いちんちんねうん可愛い汚いちんちんだよね可愛いちんちんあのちゃんと黒ずんでないちんちん黒ずんでないちゃんと白いちんちんはいはいあのあったんだけど白い白いちんちんはいはいまちょっと薄ピンクかなあああいやいやもう進もう時間ないからねさっきのケーキと同じ色ねミサさんのケーキいやそれはお前失礼でそうしたらなんか俺たちもなんか。 チンチン食ってるみたいな感じなんでしょ。ダやめろ、やめろ。まあだからそのはいあの画像があったんですよ。あった。ちらっと見たけどだから消されてる。なんでか。ちょっと不適ああとかあるんかな。あるんかな。まあどんまい。まあね。いやすいません。めっちゃケイシーさん似てるのはやっぱ。そうなんだ。いやめっちゃ似てる。のちおさんなんですよ。長男の方がトンコスチューさん。えどっちから。次男の方のことでしょ。言ってたから多分。